エルチチャンネル。プロジェクトゾンボイドを続けていきます。トン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 。料理に勤しむ霊夢さん。ギガマートで集めたスイカが傷む前にフルーツサラダにしようと思ってね。フルーツサラダとはヘルシーな食べ物だな。これから小屋を作っていくんだもの、お弁当の準備はしておかないと。お、霊夢が植えた野菜が育っているぞ。一番育っているのは肥料をあげたキャベツだな。わーい、作物の情報を見てみよう。霊夢はまだ収穫した経験がないので、不明になっている部分が多い。これってもう収穫してもいいのかな？工作のレベルが上がった。おお、美味しそうなキャベツが11個も収穫できた。もう片方の、肥料をあげてないキャベツはどうなってるかな？工作のレベルが上がったので、もう少し情報が見れると思う。肥料をあげてないこっちは小さいと思ったら、まだ発芽期みたいね。肥料を与えると成長速度と収穫数が良くなるので、先にあのキャベツが育ったわけだ。他のお野菜はまだまだ成長するみたいだし、こうして食料を栽培できるのは助かるわー。取れたてキャベツ、いただきまーす。もぐ、もぐ。甘くて美味しい？キャベツは空腹度が25満たされ、同時に喉の渇きも10癒される。なかなかの食べ応えがあるし、これからお料理にも使えるから嬉しい。小屋作りする力もモリモリ湧いてきたよ。工作道具をしまうにも小屋は役に立つと思うぜ。まずは木板を大量に集めていこう。そのためには伐採だね。よーさーくーわー。木を切るー。トントン、ツー。伐採したら、その丸太をノコギリで加工すれば木板に変わる。丸太をノコギリでギーコギコーっと。小屋作りなので木板はたくさん用意していこう。切ったらこの木板を運ばないとね。木だから重いねー。一度に運ぶ量も限られるし、その作業を何度か繰り返さないといけない。休憩を挟みつつ、ゆっくりと作っていこうか。頑張る。おはよう、霊夢。木板は集まってきたかな？おはよう、朝から伐採して加工してたらそこそこ集まってきたよ。あら、残っていたキャベツも育ってきてない？見た目にも変化が出てるぜ。おお、完全に成熟したみたい。それはいい時期だな、腐ってしまう前に収穫しよう。わほい、いっぱい取れた。完全に成熟された野菜を収穫すると、少しだけその野菜の種も手に入る。え、ないよ。おや、もう少しだけ成長度合いが足りなかったのかな？まあ、まだ種はあるからいいけど。植えてから水をまくだけで育ってくれるから、収穫し終わった場所にさらに種を植えていこうっと。むしろもう少しだけ、畑を拡張してもいいのかもしれない。そうだね、あと3箇所分だけ広げようかな。広すぎると手入れが大変だが、そのぐらいの範囲なら手軽に管理できそうだ。たくさん植えてたくさん食料を作りたいけど、今の私には精一杯の大きさだよ。小屋作りはその後にしようか。先に畑を作った方が、野菜が育つ時間があるので効率がいいだろう。ここにはゾンビさんが持っていた、レタスの種を植えていきましょう。私のおすすめする野菜は、成長速度が速いキャベツと、日持ちするジャガイモだが、レタスも美味しそうだぜ。お次はお水をあげないとね。今日は雨が降ってないし、雨水を溜めたバケツを使って撒いていこう。水分量が多すぎると収穫数に悪影響があるのだが、そうして自ら水を撒けば、その水分量が調整できるので問題ないぜ。ちなみに、野菜によって適切な水分量は違う。小屋も早く作ってみたいから、とりあえずで撒いていってるよ。おう、まあそれでもいいさ。これで小屋作りを再開できる。まずは木板を集めて、小屋を建てたいところを決めていこう。畑の近くに建てたいからこの辺りに作ろうかしら。金槌を装備して、釘を持って、トントントンと。できた。それは壁の木枠だな。小屋を建てるには、その木枠を建ててから壁を張って作っていく。楽しい、どのくらいの大きさの小屋にしようかな。あまり大きく作ると大変だぞ。それに、修正するにもある工具がないと壊せないので気をつけた方がいいぜ。へへへ、畑には美味しいお野菜。小屋まで DIY しちゃうなんて、素敵なスローライフが送れそうだわ。はは。ここには出入り口が欲しいかも。ドアになる部分は木枠でなく、ドア枠を設置していこう。ほうほう。トン、トン、トンと。初めて作るにはちょうどいい大きさの小屋になりそうだな。ふう。この大きさの小屋の骨組みを作るのだけでも大仕事だよ。あっという間に木板も消費していくわ。まだまだ、そこから木枠に壁を作っていこう。壁にはいくつか種類があるが、レベル3が一番見た目がいいぜ。大工仕事のレベルを鍛えたおかげで作れる。頑張って鍛えたからねー。
お、大工仕事のレベルが最大になった。おお、おめでとうだぜ。それで一通りの大工仕事はうまく作れるようになったぞ。小屋作りもうまくできるね。小屋だけでなく、コンテナや家具なども、丈夫に美しく作っていけるんだ。ほうほう、確かに自分の器用さを感じる壁の仕上がりになってるわ。小屋には窓も取り付けたいんだけど、どうすればいい？窓を取り付けたい場所には、壁でなく窓枠を作成する必要がある。窓枠にもレベルがあるのね。綺麗に作りたいから全部レベル3で作っていくよ。窓枠の場所はここにしよう。窓の場所は1箇所でも十分だと思うが、もう片方も窓にするのか？こっちは壁にしようと思う。これで、小屋はほぼ完成かな？まだまだ。これから床も作らないといけないし、屋根も作らないと。ああ、そっか。結構疲れちゃったけど、床も作っていこう。コツコツ、コツコツ、とな。その床や壁には、後から装飾を加えることもできるが、とりあえず床張りが終わったら、お次は屋根を作っていこうか。ふぅ。また木板を使い果たしたわ。集めてこないと。おお、なかなかいい形になってきたね。小さめの小屋ではあるが、それなりの時間と苦労を要する。ご飯を食べながら頑張る。肉体労働をする時の食事はとても大事だぜ。フルーツサラダでビタミンを補給しながら、小屋作りを続けていくわ。床はあと1枚貼れば完成だぜ。トン、トン、トン。できた？そして屋根を作っていきたいのだが、それには階段を作ろうか。高さがあるものね。木板も15枚使う大きな階段だ。この辺りに設置してみるよ。できた？いよいよ屋根作りだが、屋根は床を作る方法とほぼ一緒だ。それだとただの床になるんじゃない？それでもしっかり保温効果もあるし、雨も風も防げるから問題ないぜ。ふむふむ。くれぐれも落ちないようにな。その高さでも重い木板を持って落ちると骨折しかねない。ひえ、足を切った怪我と比べられないくらいヤバそうね。ふぅ。無事に屋根作りは完了したけど、何か忘れてる気がする。それはドアだな。最後にドアを取り付けよう。ドアは、霊夢が解体した隣家のドアノブと、木板、常盤があれば作れるぜ。ちょうど持ってます。トン、トン、トン。開く？閉じる？完成。お疲れ様、とても可愛らしい小屋に仕上がったんだぜ。シンプルだけどとてもいいと思う。窓にはガラスがないから、余った木板を貼り付けて、ゾンビさんの侵入を防止しよう。窓ガラスも設置可能だが、それでも十分だ。さあ、それでは発電機をその小屋に入れておこうじゃないか。発電機はここでもいいんじゃない？いいや、雨にさらされたせいか発電機の状態が悪くなっているぞ。わわ、本当だ。100% だった状態が、86% まで下がってる。それに、発電機は騒音を発しているので、小屋に入れておけば音も軽減できる。でもさ、小屋に発電機を置いたら、小屋の中が排気ガスで汚染されちゃうんじゃない？その小屋でなら問題ないぜ。本当だ、全然息苦しくない。そこに発電機を置いても、家への電気供給は十分届いてると思う。このくらいの距離でも大丈夫なんだ？うむ、明かりがついているだろ？やほい？小屋にはスペースがあるので、前に作ったようにコンテナを設置して、荷物を入れておくと便利だぜ。お野菜の種とか、シャベルとか、畑用の荷物を置いておくと良さそうね。うむうむ。あら？コンテナってこんなに綺麗に作れるものだっけ？それは霊夢の大工仕事のスキルが上がったからだ。わぁ？前に作った時は不格好だったのに。容量は一緒だが、霊夢の成長を感じる仕上がりだぜ。手荷物を預けて、フルーツサラダで小屋完成のお祝いをしましょう。もぐ、もぐ。甘くて美味しい。お、霊夢さん。畑に植えていたお野菜がまた成長したようですよ。これは何を植えたんだっけ？人参だな。よく見るとオレンジ色の頭が出てる。まだ小さな花がついているが。あ、収穫するには少し早かったかな？おお、人参が10本取れた。しかも甘みが強くて美味しい。今回も種は取れなかったんじゃないか？うん、もう少しだけ待てばよかったねー。とりあえず、今度は家の中も見直していこうか。家の中をリフォームしたいと思っていたの。空き家から持ってきた数々の家具を配置する前に、家の中で気になっていることはないか？まずはこのブルーのソファーはいらないかな。このブルーのソファーは水色の壁紙と合っているけど、代わりに革張りの良さげなソファーを見つけたから、それを置きたいんだよねー。今後使わないのであれば解体しても構わない。でも、ソファーを交換したら壁紙の色が気になるかも。それとゾンビさんに壊された窓も修理したいし、一番気になるのはリビングの床かな。床は木目調にしたいなー。
窓の修理も床も、壁紙も模様替えすることは可能だ。コンテナに入れていたヒラバールや金槌を持っていこうか。それで空き家の床を剥がして張り替えることができる。金槌は腰のベルトに装備してある。壁紙の色も塗り替えられるのだが、それはもう少し先延ばしにしよう。何か素材が足りないの？うむ、壁紙の塗料が必要なのだが、それは町外れにある工場へ行かないといけない。工場か。町外れにもゾンビさんは多そうだし、それはまたゾンビさんと戦う準備をしないとね。なので、まずは床の張り替えに必要な床を手に入れに行こう。そのあたりの民家の床はどうだ？入ってみてくれ。車のエンジンも切っておこう。ゾンビさんたちが寄ってきたら危ない。小さくて可愛い家が並んでいるわ。床の素材が気に入れば、金槌で剥がして持って帰るだけでいい。どれどれ？薄暗い。電気が切れているんだ、仕方ないさ。お、プロセスチーズを発見。霊夢さん、食料でなく床を見てくれだぜ。包丁とかフライパンも持って帰ろう。このお家の床、いいね。このダークブラウンの色合い、木目も綺麗だしとても気に入ったよ。よかった。床の剥がし方は、家具の移動方法と全く一緒だぜ。ペリッと簡単に取れた。拠点のリビングの床を張り替えるには、相応の枚数が必要だと思うので、そこの家と隣家から床をすべていただいていこう。一枚一枚が結構な重さがあるね。車のトランクに預けながら剥がしていくと楽だぜ。そうするよ、重すぎてすぐに疲れちゃうし走れないや。その状態でゾンビの群れに遭遇したくはないな。むむ、何か聞き覚えのある音がするんですけど。これは、またヘリコプターが来たようだぞ。ちょっと待って、荷物が重すぎて勘弁なんだけど。とにかく座席にでも預けて身軽にするんだ。これ以上預けられないや。今車から降りるのは危険だ。早く走り出した方がいい。まずは冷静に現状把握しよう。このヘリコプターの音でどのくらいのゾンビさんたちが集まっているか、車を走らせながら確認してみるね。ここは霊夢の拠点からさほど離れていない。拠点から遠ざけるためにも集める方法はないかしら。それなら大声やクラクションを鳴らせば集まってくるはずだ。クラクション、それだ。わあ、大きな音だね。ヘリコプターの音には負けるが、近くのゾンビたちが車に集まってくるぜ。もう一回鳴らしてみる。おお？来てる来てる。ゾンビたちはまだまだ集まってくるだろうな。この数やばすぎ、ちょっとでも減らさないと大群ができそう。おいおい、降りて平気なのか？なんか降りちゃった。一度タイミングを見ないと再び車に乗り込めないぞ。ちょっと戦うしかないね。危ない危ない。畑を耕したり小屋を作ったりして、ちょっとの間は静かだったけど、この心臓がバクバクしてパニックになる感覚、私がどんな世界にいるのか、改めて実感するよ。スローライフを送っていると、ある日突然餌食になってしまうだろう。やだ、無事に帰りたい？このヘリコプターの音による厄介さは、ゾンビたちが集まってくるところだが、地方から集まってくるので、背後を取られる可能性が高いぜ。行ってるそばからやばい。距離を詰められすぎると攻撃できないぞ。近い。押しのけて槍で攻撃しても、次から次へと襲ってくる。仕方ない、ここはリボルバーを使うわ。おお、リボルバーを装備していたのか。こういう時のためにホルスターに一丁だけ持ってきてたの。銃声による音は危険だが、少しでも減らせればその隙に車に乗り込める。撃つよりも集まってくる方が早いんですけど。危ない。ひえ、噛まれるところだった。一体にでも噛まれたらあっという間に取り囲まれてしまうぞ。蘇る前世の記憶。あう、もう銃弾が切れたみたい。もう一度槍を装備するしかない。もう少し車から剥がさないと乗り込むに乗り込めない。わかっているんだけど、荷物の床が重くてバテてきちゃった。大荷物を持った状態で戦闘するのはまずかった。畑を耕して、DIY して、スローライフを送れると思ったのに。そんな世界でスローライフを送れるわけないんだぜ。助けてというわけで今日はここまでです。マリサ、なんとかしてご視聴、ありがとうございました。Thank you for watching だぜ。